トゥービー。何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナインエスで十分伝わる。まあそうなんですけど、でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない。ナインエス、あなたは感情を出しすぎ。私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはずだ。そうはいくも個体差があるから仕方ない気がする。ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。なんだよ、森の王って。気を抜かなくてもないです。そんなこと言ったら僕はスキャナーモデルだ。戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。怪しいから壊そう、トゥービー。ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょうあれ。この先が森のある地域みたいですね。目標、敵アンドロイド戦闘隊、起動。我らの森の王の卓に。
気をつけて。なんです。この機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。
行けばいいんでしょうね。
薬ってどこで手に入れるの？私たちアンドロイドは薬なんか使わない。人間が使用していたレシピを集めて再現すれば、商業施設の廃墟にその情報が残っているかもしれません。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。様が死んじまったね。わしらにエネルギーをくれた王様が、優しい王様が死んじまったね。悲しいな。この子も
住んでそうなお城ですね。気をつけましょう、トゥビ。分かった。ナイエーズ。え？今なんて言いましたか？分かった。ナイエーズ。違いますよね。もっとこう、ナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう。
そうだな。王様ちっとも大きくなんね。どうやったら大きくなる？わかんねえ。わしらは頭が悪いからな。でも、めんこいな、王様。ああ、ちっちゃくてめんこいな。守ってやんなきゃな。ああ、この森の国には誰もいるじゃないね。
トゥビ、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥービー。バンカーよりトゥービー、ナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。隠していると殺されるぞ。
裏切ったの司令部だよ。トゥービー、追いかけましょう。逃げられたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。 2B、 何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ、直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。記録を見てもらった方が。なるほど。このエイトというアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、こんな村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。ありがとう、トゥービー。
私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。異常はないですよ。了解しました。それと最近のヨルハキ隊 9S の活躍に対し、司令官から直々の称賛があったことを伝えます。それに伴い9号モデルの増産の検討をするとのこと。へえ、そうなんですね。嬉しいな。この結果もオペレーターさんのサポートがあればこそですね。オペレーターさんは冷静だし美人だし。お世辞は不要です。以上。お世辞じゃないんだけどな。太平洋に展開している空母があるんだが、近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろんヨルハ部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼むぞ。
大きな商業施設を作るなんて旧世界の人類は余裕があったんですね。たくさんの商品を前に買い物できたら楽しいでしょうね。私たちには必要ない。いや、そんなこともない。
Thank you.
ここは好戦的な敵が多いですね。どうして機械性の方が襲ってくるタイプとそうでないタイプがいるんだろう。
なあ、兄ちゃん、なんで本なんか読むんだよ。知識は人を豊かにするからな。データで転送すれば済むだけだろう。自分で読まないと心の中に入ってこないだろう。分かったよ、うん、なあ兄ちゃん。なんだ。俺の名前イブって女の名前って書いてあるけど、俺たちの名前はカインとアベルとかの方がいいんじゃないのか。人間は名前を簡単に変えたりはしない。自分の名前に誇りを持て、イブ。分かったよ、兄ちゃんがそう言うならイブのままでいい。いい子だ。なあ兄ちゃん。なんだ。これ読み終わったら遊びに行こうよ。きっとすごく楽しいと思うんだ。構わないよ。でも本を読んだ後でな。本当に？じゃあ俺頑張って読むよ。頑張って読むからね。ああ、そうしろ。襲ってくるよ。推奨破壊。当該機械生命体はアンドロイドを復讐の対象とし。了解。
Thank you.
前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。あれを守ればいいのか。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビー、アンドロイドは風呂に入る必要がない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。トゥビー、気分ですよ、気分。生命体は概ね排除できましたね。トゥビ、ナインエス。司令官、緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータ及び飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。
こちら空母ブルーリッジ2。この通信が届くアンドロイド支援要請。エースのワンマンは敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は退避し行動不能になった。手元の支援機で応戦しているが追っかけている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2。付近にいるアンドロイド部隊支援を求む。
際にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B、 ここは我々に任せろ。ルビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接。そうか。そうです。ヤツの口の中に砲弾を打ち込んでやってください。ここを離脱しましょう。
サイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始。確認する。発射可能状態。発射。の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。その子は大きな力を持っていました。でもその子は少し壊れていました。周りの人を傷つけてばかりいました。その子はいい子になろうと頑張りました。でもその子はうまくいい子にはなれませんでした。その子はいらない子だと言われました。その子は深い海に捨てられました。深い海の中でその子は叫びます。お母さん、お母さん、お母さん、お母さん。その子の声がお母さんに届くことはありませんでした。当機はポッド042、トゥービー専属の随行支援ユニット。当機はポッド153、ナインエス専属の随行支援ユニット。我々は同じ戦闘に参加することが多い。状況データの共有をすることで、より効率的な作戦展開が可能と推測。提案。定期的な情報交換をポッド042とポッド153で行うこと。賛成。提案の内容を妥当だと判断。次の状況交換までに記録調整を行っておく。
機械たちはそれぞれの宝物を大事にしていました。ある機械にとっての宝物は家族でした。ある機械にとっての宝物は兄弟でした。ある機械にとっての宝物は美しさでした。そしてある機械にとっての宝物は憎悪でした。はいはい。はいは一度で認識可能。はーい。
問題なし。了解。検査推奨。視覚センサー処理系。はーい。全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体 9S は敵に旅客され、長時間の操作不能状態にあった。その間に敵のロンリウイルスの潜伏を許してしまった可能性が。分かった分かった。あとはバンカーのサーバーとデータを同期したら終わりだね。データ同期を中止。警告、データ同期は全ユルハ機体の義務工程。不明瞭なノイズがあったからね。 2B のデータ同期プロセスも一旦保留しておいて。了解。万全を期するためにデータノイズの原因を探す。サーバーへのポートを開いて。全部調べるのは無理だな。重要なポイントに絞って調べよう。ブラックボックスに関する情報だけ全部潰されてる。月面への資材搬入記録か。でも変だな、空のコンテナがやたらある。なんでこんな無意味なことしてるんだろう。新しいポートが開いた。サーバー内部に設置するなんて。このデータ
夜波計画の中に人類会議策定の見出しが入ってる。これじゃ順番が逆。切断ボディユニット起動。了解。ナイン S オペレーターさん、何があったの？実は廃工場エリア全域に機械生命体の反応多数確認。その後 2B から支援要請があったけれど電波状況が悪く。分かった、こっちも大型ターミナルからアクセスしてみる。